はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。まあ今回はね、まあ私のね、持ってる人がいるんでちょっとお借りいたしましたよ。ただね、なんか嫌なんだよなこれ。というわけでね、今日はででん、フェラーリ。まだね、傷つけてねって言うからさ、これ低いんだよな、やだなこれ。でもここ裏傷つける分あ、ダメダメダメ。車体価格、多分鬼っぽいから、これ。こちらはね、フェラーリの458。とにかくね、背が低くて、幅が広いから、なんかね、威圧感は半端ない。ここがね、エンジンだってさ。なんだよ、この見せるエンジンってさ。さあ、あんまり気が進まないんだけど、ちょっとね、運転してみよう、これ。中こんな感じ。んじゃね、早速、エンジンかけて、行ってみようかな。まずはね、まあ普通にエンジンかけるよね。よいしょ。ただ、これじゃね、まだエンジンかかんないの。なんか目の前にね、いろんなものあるけど、これ乗り心地的なやつね。ほんで、これが指示器だって。ほんで、これですよ。あ、うるさいうるさい。はいはい。わかったわかった。エンジンスタート。スタートだけでこの音だよ。あーなんかすげー緊張感があるこれ。そんでこれがねオートモード、ほんでこれがバック、ほんでこれがねスタートダッシュかける時のボタンらしいけど、まあ必要ない日本で。んじゃね、行ってまいります。ほんでこれ面白いのがね、クリープ現象ってのがこれオートマなのにないんです。んじゃパーキングを解除して行ってまいります。あー怖い怖い。左ハンドル左ハンドル、いやちょっとフェラーリの前にさ、左ハンドルの経験がまあ少ないよね。日本で左ハンドルなんて初めてじゃないのかなこれ。あーやだ。さあ頑張ってね、傷をつけずにね帰ってきたいなと思います。あーでもこれわかるわかる、これこれね、スポーツカーでしょ、だから足回りが すごい硬いんですよ。だからね、足回りが硬いということは乗っててすごいねってなる感じでございますね。なんかさ、これ聞いたら足回り硬いのはコーナリングが良くなるんだったっけ。だからすごいね、スーパー長距離ドライブとかにはあまり向かないみたい。さっきのところでね、これいじることをここでできるんだけど、それでもねやっぱ元々が超硬いから、あまり長距離ドライブはね疲れる。おおすごいすごいすごい。踏んだら踏んだだけ進むからこれ超怖い。驚異の580馬力みたいです。でも左ハンドル慣れてきたかな。どうかな、絶対狭い道走りたくないこれで。ちなみに今のところ最大40キロ。こんな遅いフェラーリ見たことありませんね。今最大40キロで走ってるところでございます。でもね、車体ね、車高が低いっていうか車体が低いかっていうから、スピード感はねなかなかのものがありますよこれ。さーて、運ならね、行こうかな。どうしよう、左ハンドルだからあれやってみたかったんだよな。ドライブするいっかー、ちょっと頑張って。前のフロントが上がったから、ゆっくりゆっくり斜めで行けば大丈夫。こすんなよこすんなよ。そうそうそう、もう前の方が狭いからね怖いんだよね。はあ、オッケー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 。一体左ハンドルの時ってどういう感じになるんだろうねこれ。さあではね、あ、行けるわ、行ってくるわ、ちょっと行ってきます。多分右側からしかなくなったよな。アイスコーヒーのショート。はい。あー怖い怖い。大丈夫かな、当たらん。あ、大丈夫。どうもどうも。302円です。はい、な、これでお願いします。はい、はい、どうも。はい、どうも、ありがとうございます。 YouTuber の方ですか。あ、これ仮本ね。こんないい車。どうもありがとう。あ、緊張した緊張した。あ、勝った。さあもう帰ろう、もうミッションコンプリートですよ。もうあー怖かった。はい、というわけで終わりましょうか。いやー、あーうまい。
今回、まあ、初めてのフェラーリだったんですけども、まあ、あれだよ、意外や意外、乗り心地はね、良くない、緊張してとかじゃなくて結構ガタガタ、やっぱスポーツカーだからね、結構ガタガタが来るから、良くない。ただ運転しててやっぱね、楽しさはあったね。やっぱ踏んだら踏んだだけさ、ブインって行くからさ、カーブ曲がった後にスッてね、ちゃんと適正な速度ですよ。マックス今日40から50の間しか出せてないから、まあ、そういった意味でね、まあ、みんなも乗ると分かると思うけど、ちょっとした楽しさがあると思います。ただね、僕結構これでもね、心臓に毛が生えた側の人間だからね、緊張には強いとは思うんですけども、普通これ乗るとね、なんかあんま緊張してそれどこじゃないかもしれませんね。僕でも今日はね、ちょっと疲れたわ。まあとりあえずね、リクエストにお答えできましたので、以上ですね。今日は何してたんだ、フェラーリでスタバのドライブスルー、注文してみたいでございました。バイバイ。